ビッグ -1001、ビッグ -1001、ビッグ -1001 は、コモドールジャパンが1981年に日本で発売した8ビットの家庭用パーソナルコンピュータである。海外での製品名は、ビッグ -20。コモドールの最初のパーソナルコンピュータである PET2001 から3年後、1980年6月に、ビッグ -20 としてリリースされた。 5KB RAM と MOS テクノロジー6502マイクロプロセッサーを搭載し、後のコモドール64などと似た形状である。PET よりもローエンドのマシンを試行している。ビデオチップ、ビッグは低価格なディスプレイでゲームなどに使用することを考慮して設計されたが、コモドールは当初、そのチップの市場を見つけられていなかった。同時に、 コモドールは 1Kbit SRAM チップの過剰在庫を抱えていた。コモドールは自社でチップを製造していたわけではないが、モステクノロジーの製造するチップをほぼすべて買い取っていた。1980年4月、コモドールは 300US ドル以下で売れるコンピューターの開発を開始する。これにより在庫として抱えていたチップをビッグマイナス20として一掃することができた。 PET は認可したディーラーでのみ販売されていたが、ビッグマイナス20は、一般流通ルート特に、ディスカウント店や、玩具店で売られ、ゲーム機と直接対抗することになった。コモドールは、スタートレックのウィリアム・シャトナーを宣伝に起用し、なぜ、ただのビデオゲームを買うのと問いかけている。性能が悪いと告評されたが、この宣伝は危機、100万台以上を売り上げる世界初の、 コンピューターとなり、1982年の販売台数1位となった。ピーク時には1日に9000台製造され、製造が終了した1985年1月までに、トータルで250万台が販売された。その後、コモドールは C64 をエントリーレベルとし、さらにコモドール128とアミーガを投入することに、 メモリーが少なく、ディスプレイが低解像度のため、教育ソフトとゲームに使われたが、生産性のあるソフト、例えば家計簿プログラム、表計算、通信ソフトなども作られた。コモドール自社出版も含め、いくつか専門雑誌が生まれている。ビッグのプログラムのしやすさと、安価なモデムが接続できたことによって、パブリックドメインやフリーウェアのソフトウェアライブラリーが生み出された。 このソフトウェアは、コンプやサーブ、BBS、ユーザーグループなどによって広まっていく。市販ソフトウェアはカートリッジで300タイトル、カセットテープで500タイトル以上が販売された。ちなみに、同時期のゲーム機であるあたり2600は900タイトルを持っている。ビッグマイナス1001は、コモドール社が初めて100%日本で、設計開発製造したコンピューターであり、 1981年に69,800円で発売された。当時発売されていた日本製パソコンが専用ディスプレイが必要だのに、対して家庭用テレビにつなげる廉価だったことも手伝い、黎明期のパソコン市場で一定の指示を受けた。同等価格帯の他社パソコンの多くが安価なゴムやビニール製の消し、ゴムキーボードを備えていたのに対し、 ビッグ -1001 のキーボードはフルサイズのプラスチック製キートップを持っていたことも値され中学、高校などのパソコン教材用として導入されるケースも少なくなかった。当時タイプライターに馴染みのない日本人がいかにしてキーボードになれるかが大きな問題と考えられてりパソコン教室にはキーボード打ち方教室という意味合いも強かった。一方で同年に NEC は89,800円で PC-6001 を発売。2万円の価格差があったが、ビッグ -1001 の内蔵ラムは少なく増設して使用するのが一般的で実際の購入時の価格は大差なかった。さらにビッグ -1001 は標準ではベーシック命令でのハイレゾグラフィック描画、音楽演奏。 ファンクションキーへのコマンド登録などがサポートされておらず、これらの機能を追加するには、別売のスーパーエクスパンダーも購入する必要があった。カートリッジスロットによるゲーム供給、あまり活用されなかったジョイスティックポート、サウンド機能、家庭用テレビをモニターにできるといった機能が共通であり、ホビー向けパソコンという PC-6001 の位置づけは、 ビッグマイ -1001 と競合する。そして先に発売した PC-8001 を通じて流通ルートを持ち、テレビコマーシャルも放送した PC-6001 の前に、柴田宅間に市場を奪われた。あ,あとに49,800円に値下げされたが、当時のパソコンはゲーム機としての需要が大きかった。他の国産ホームコンピューターが、 パソコンショップの市販ソフトやパソコン雑誌にゲームのプログラム掲載されているのに対してビッグマ -1001 は日本国内市場ではコモドールジャパンのカートリッジ供給の数本のゲームしかなく値下げによってシェアを獲得することはできなかったさらにコモドールジャパンが1982年の末ビッグマイ -1001 と互換性がないコモドール64 お9万9800円で発売。これはラムを64キロバイト搭載し、スプライト機能も有する機種である。同時にキーボードを搭載するが、ゲーム専用機の色彩の濃い、いわゆるゲームパソコンマックスマシンが3万4800円で登場した。コモドール64とマックスマシンのゲームカートリッジは互換性が、これによりビッグ -1001 は商業的に終了した。 なお、当時、コモドールジャパンの下請けとして、コモドールブランドのゲームを開発していたのは、HAL 研究所である。HAL 研究所は、設立わずか7ヶ月、メインプログラマーは、当時大学生のアルバイト後に、任天堂の社長となる、岩田聡であった。HAL 研究所の制作したゲームは、ほとんどが既存ゲームの海賊版であった。中でも、パックマンは、 アメリカ本国でリリースされた際、ナムコより正当なライセンスを受けていた、アたり社の権利を侵害していたために訴えられて発売中止となるという騒動を起こしたが、2年後にアたりから出た、純正のビッグマイナス20番、パックマンや、アたりショックの引き金の一つともなったクソゲーとして、知られるあたり2600番、パックマン等よりも高い完成度を評価され、HAL 研究所は、 後継機のマックスマシーン、コモドール64でも引き消した受けとして、コモドールブランドのゲームの制作を担当することとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。